ます。はい、ありがとうございます。丁寧すぎて、作るのしんどいやろな。いや遅いというよりしゃ、まあ、しゃあないですよね、これね。こういうシステムやっぱしゃあないですよね。丁寧にやってる証拠ですもんね。だからそこもちょっとこう、ちょっと、もうちょっとね、僕もね、荒っぽくいきたいんですけど、うん、なんか性格上無理だ。それはもう遅いということなんですけども、お客さんこんな時にね、早くね、出したいんですけど、お客さんこんな時にね、心配ですよ。普通の店はあがほしいですわ。いや、ほんまに。それ、お客さんにも言われました。うん。まだ腰置いてるやん。そうなんや。初め、黒ラベルと両方置いてたんですけど、はあ、黒より赤や。そうなんやね。なんか、つぐの店は、ね。盛り上がってるんですよね。うん。なんか、人気のある店は赤やん。そうですか？いや、ただ、それだけやなと思ったけど、実際うまいんよね、あれね。赤うまいですね。赤うまいですわ。中瓶出す店はガクッとくるよね。そこは大事。ダイナミック、うん、そう、やっぱり中瓶出す店はね、あーと思っちゃうんだよね。もうやります、ね、はい。これもね、結構ね、
あそれがねマスターのいいとこですよ。これ分かる人に分かりますか、だし入るの。ほう、だしね。何のだしですか。黄金のだしね。内容はちょっと秘密ですね。黄金のだし。これが秘伝のタレ。黄金のだしは夜間に入ってるのがいい。これが秘伝のタレ。タレがね、みんな一日ちゃうんだね。みんな一緒に行ってるけど、まあ、お客さんもね、好みあるんで、はい、ここはちょっと甘口でしたかな。甘口ですね。ね、ちょっと甘口だったね、はい、それであのテーブルにね、各テーブルにあの生ニンニクとあはは、ね、唐辛子置いてますんで、なるほど、お客さんにあの味変えていただいて楽しんでいただいて、うん、タンスジーダメだっちゃうんですか。タンスジーはまた違いますね。タンの、ね、アゴみたいな。アゴみたいな。タン元みたいな。タン元ではない。タン元は、ここ入ってるんですよ。おお。ギザギザついてるのがタン元なんです。うん。これ
根っこの方ですね、はい、うん、根っこの方が美味しいですね。そうなんですね、ちょっとしかないんでね。あ、豚はあの舌が短いんでだから 5食限定になってますけど、要は一頭で大体こんだけ食ぐらいしかないんで。ああ、豚やからね、まあ、3先はねあるんですけどね、ちょっと硬いんで。あ、牛やったらね、はい、いっぱいありますけどね。2人前取れるか取れへんかぐらいの感じですね。もうちょっと薄く切ったらもうちょっと厚切りにしてる。厚切りやもんね。冷凍して、薄く切ったらね。ああ、ね、冷凍してないんで、これ生なんで。塩なんですね。そうなんですね。塩、ちょっと焼きが早いなんでね、ダメですよね。そばにもね、香ばしい方がそばって美味しいですよ。そう中華屋でもそうですね、はい、ちょっと焼き目入れて、これほぐしてないんですよね。お湯とかチンとかしてない、はい、中華料理にねよくありますよ。だからもううちはもう焼きそばオーダー入ったらそば時間いただきますっていう。中華料理屋でね、ちょっと焼いて焦げ目に入れて、その上にあんかけね、はい、あんかけ焼きそばが美味しいですね。これほぐしたらね、焦げ目つけにくいんで、だからこれぐらいもういっといた方が絶対美味しい。そうですね、焦げがね、はい、で、秘伝のタレ、秘伝のだしですね。秘伝のだし、まずだしね、あそれはいいですよ、今だしでほぐしたいんですよ。キムチは後なんですね。はい、これはこれもうちょっと、うん、こっちじゃんとかいろいろ。ああ、キムチの元みたいな感じですね。そうですか。メインの着床を入れて、そばのキムチを入れる。お、キムチだ。うん、おお、キムチね、大好きなんですよ。ラーメンでもキムチもいっぱい入れます。でもあとは辛めだし、あんまりこれやったら、うん、カラカラになるんですよ。ああ、
人気 の, あの元祖ホルモン鉄さんで、あの沖縄から来られたお客さんに会いました。はい、たまたま僕のチャンネルも見ていただいたらしいですけども、登録してます。ありがとうございます。はい、ここのホルモン美味しいでしょ。ねえ、はい、美味しいです。はい、もう一番西大で一番美味しいというね、はい、もう評価になってますわ。はい、はい、今日これだ。そうです。また西大にもね、他にもいっぱいいい店ありますのでね、ゆっくり、はい、そうですね、ゆっくり堪能してくださいね。はい、どうもありがとうございました。どうも。美味しいですね。うん、キムチのエキスがね、めっちゃ効いてます。